オルティアは、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた、ステーションワゴン型の小型乗用車である。6代目シビックのプラットフォームをベースとし、リアオーバーハングを 200mm 程度延長し、加湿を拡大、ルーフレール、ガラスハッチや、フォグランプなどが装備された。プラットフォームは、初代 CRV とも共用である。エンジンは同じく EK 型のプラットフォームを共有する。 CRV に搭載されていた B20 バイト型と B18 バイト型の2種類。トランスミッションは発表時点では2.0リットルが4足 AT のみで 1.8L には4足 AT の他に5足 MT も用意された。その後、マイナーチェンジの際に 2.0L にも5足 MT が追加された。4WD はリアルタイム 4WD と称するスタンバイ式で ホンダ独自のデュアルポンプシステムが搭載された。通常走行は FF で、雪道などで前輪が空転し、後輪の回転数を上回った場合に発生する、油圧でクラッチをつなぎ、後輪に駆動力を伝達する。スポーティ走行より、生活四駆的な性格のシステムである。メーカーオプションで、ホンダナビゲーションシステムも設定された。 オルティアの車体を使った商用車のパートナーもあり、オルティアの生産終了後も2006年2月まで生産されていた。同年3月、パートナーは、モデルチェンジで、フィットの派生車である、エアウェーブがベースとなり、車格が一ランク下がった。シビックフェリオがプリモテンの1000倍なのに対して、インテグライス J はベルの店の1000倍となる。週刊日本の名車第65-17ページより、 デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第6517ページより、ありがとうございます。